えっと実はこの昨日のやつ、えー、2021年に同じ話をしてますこいつと昨日のやつとだから昨日初見じゃないです初めての相談じゃないです これが一番の結論です。今日隠してた、あのー、これ最後まで言わないどこって思ってたんだけど、最後の最後まで言わんどこって思ってたんだけど、これ結論です、これが先に。えー、これ、ノック、ノックのところのリスナーで、あのー、ちょうど、えっ、ー、とー、まあ、これ、まあ、細かい話は全部するんですけど、全部するんですけど、相変わらずノックの、えっ、ー、と、リスナーで、で、えっ、ー、とー、前回は俺のこと相当バカにしてきてくれたバカ野郎です。はい。 えっと、動画見てもらえればわかるっす。うん。そう。あー、な何聞いてたんだ。本人。本人聞いとったんや。え、でも俺確認したで。声一緒やん。配信見たこともない。え、ちなみに今通話上がれるあー、じゃあちょっと通話上がってもらっていいもしもし。もしもーし。もはいはいはい。え、でもなんか俺昨日確認したんだけど、昨日っていうか今日と昨日とね。声一緒やったんやけど、 いや本当に違います。で内容も一緒やったんよ。本当に違います。私の昨日撮った動画のやつ写真送れます。あの日付の。昨日撮った動画のやつ？あの昨日動画送ったじゃないですか。うん、<の>はい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 、はい、学生が学生がいつも動画を送ったじゃないですか。うんうん、はいはいはい。ですけどあの昨日撮ったよってその日付の証拠を送ります。うん、あそれはだってあの画像データに入ってるから大丈夫よ。 昨日撮ったよってなったら撮った日の写真保存したら日付出るじゃないですかあ、そだから動画の中に動画のデータって全部あるからそれ動画のデータ見ればそれわかるから別にそこは別にらないよでもほんとに私コロコロさんとか柿ネさんとか着物さんとか出てるんですけどノックさんを見たのはコロコロさんの配信時だけね。 うん、でもそうするとえー、と昨日さいや実はあのまあえー、と聞いてる人にもあれなんだけど、えー、と昨日配信外でもちょっとやりとりしたじゃん。で,でそれでえー、と正直にこれは言ってほしいんだけどここははいあ,あの、はい、お母さんがあなたの LINE を使ってっ、えー、とし信したっていうていのところあるじゃんうん<何>あれお母さんじゃないよねはいそうですあなただよね いや、そうですね。そうだよね。でも、朝、うん。うんまあちょちょっと待ってちょっと待ってそれちょっとあのここの話えっ、ー、と配信でしてないからちょっとそこの説明だけさらっとさせてえっ、ー、と昨日えっ、ー、と配信外でラインのやり取りちょこっとやったんだけどえっ、ー、とお母さんが、うん、えっとこの子の代わりにあのこの子のスマホを取ったっていう体で「あのこの子の母です」っえー、お母さん のテーのキャラクターと俺がラインをやり取りしてるんだけど、最初からもうこれお母さんじゃないっていうのを分かってるわけで、だからこれお母さんじゃないですよねっていう話をしてたんだけど、いやあの母ですっていう話をずっとしとったのね。えっと、そう。えっとうんはい,、はい、い,いはい。いいです大丈夫大丈夫です。いいですよ。<お>うん本当。うんどう？うん見、まあ、ててなんか確かに、うん、一部そのところもあるんですけど。はい。 でも、これから、いうことは、本当に、本当に、見ててください。うん。何あの、私、あの、なんて言ったらいいんだろう。ちょっと、あの、う、え、ん、っと、今年の、うん、うんいつ、なんて言ったらいいんだろう。その、精神病っていいんですかうん。精神疾患うん。を、は、持ってて、うん、わかるよ。うん、えっと、 一個は、うん、薬物依存症の市販薬の薬物依存症と。境界、うん、性パーソナリティー、うん、まあ境界性人,人格障害って、いえるんですか。うん、それが、うんと今年の。三月、うん、に診断受けてて。うん、で、その、なんかプーさんの今日の配信見、み、見てたんです。見せて。うんうん、最初の方にラインしてきてほしいって言って。 くれたじゃないい。ですか。は最初のほうでその時になんか自分なんかどうしたらいいのか分かんなくなっちゃってちょっと手触れて動きになっちゃってどうしたらいいか分かんなくなっちゃって LINE できなくてで今少し勇気が出たのでライン。 し,したんですけど、うん、うんとお母さんの話、お母さんが話してたのは、うん、うんとおかお母さんとプーさんが話してたのは、うん、うんと私はやり取りしてましたそう,だよ、ね、そうですね、うん、でうんとでもお母さんに「今日朝起きたら誰か夜中通話してたでしょ」うん、って言われてて。 言われたので多分一部は絶対聞かれてます、うん、で、うんうんとうん、自に行って通ってる件も本当で、うん、今現在も通ってます、うんうん、で、うのう剤のやつも全部本当ですうんうんうそれ前半でも俺が言ってた通りってことでしょだから。 だから多分おそらく本当なんだろうけどでも薬に関しては私前からやってないんですよもうじゃあ他の薬は市販薬はやってたけどってそうこれ見たら分かるんですけどその一回入院したんです薬物でその市販薬やめるのででこれ見たら分かるんですけどこの入院計画表のこの病名ってところにあるんですけどちゃんと市販薬ってなってるので私本当にうん リアップの本当に昨日が初めてで前からやってたとかは本当にないです。うん、オーケー。まあじゃあそれはなしだったとしてえっ、ー、と嘘の話と本当の話とえっ、ー、と<う>持ってる話とが混ざってるよね<う>昨日の話はねそうですねそうだよねうんほんとじゃあまずどこからいこっかじゃあ一つまずじゃあ<う>じゃあ俺から質問していくね <laughs> えっと補導された話 っていうのはたぶん自殺未遂と、えー、家出で補導されたこれ以外だけじゃないこれ以外にもあるよね。これ以外にはないですだとするとなんで執行猶予じゃねえやあの保護官っていう話が出てきたんだろう昨日の話の中で。保護官はかて火災行って保護官はつかなかったって言ってたんだよ。 ね、家出した時に、うん、の男の人に男の人でも女の人でもよかったんですけど、うん、家を泊めてほしかったんですよ。うん、でそれで、はあ、家泊めてもらうために、はあ、の裏ア女子やってて、うん、でそれでその裏ア女子って言うとなんかゲラじゃないですか。うんだから その自分の体目的でもいいからとりあえず逃げたくて、うん、親から、うん、それでそのックスとかしちゃってたから、うん、それでなんかおごかんがついたって感じですねあっおごかんついてない家庭,ん家庭裁判所にうんと児童相談に1回目は児童1か月ぐらいずれて,出れて2回目も同じだったので うん、3か月で出て、うん、出てっていうのはどこから自童相談所からでそれで、うん、自宅から毎回家庭裁判所に行って話聞いてもらって自走のじゃ自走の,、ね、の保護は3か月あったってことねうえっとそうですね、えっとうん、去年去年3か月一昨年一1か月 1>、うん でその泊まってた人は逮捕されたってこと泊まってた人はもう逮捕されました二人ともで二人がそうです一人が普通の大学生で地方地方っていうか広島だから九州の方から来てた人でもう一人が多分同じ地元の人でで既婚者で逮捕んよ。 逮捕されてると思いますあんまそこら辺の詳しいことは聞いてないんですけど親が大学生のあし一人その地方から来てた人は大学生だったんですけど、うん、お前の親で逮捕されて大学辞めさせられたからなっていうのを父から聞いて、はあはあ、母からその逮捕されたっていうニュースって言うんですか新聞,新聞の切り取りを見せられたので、はあうん、でうんとじゃあ えーとじゃあいきなりじゃあもういきなり本,本題いこうかまどろっこしいーからえーと私昨日は二、うんえっと、つあって、うん、薬を、うん、そのまずその覚醒剤を、うん、もう抜く方法を知り,知りたかったんですその違法やったことがなくてその市販薬しかないから、うん、市販薬だったら。うん とりあえず何だろう、うん、例えばちょっとお風呂入って、うん、なんかなんとかすれば薬抜けるよとかっていうのを、うん、最初一番最初に OD した時とかに,、うん、に聞いたことがあったので、うん、そういうのがあるのかなっていうのを聞きたかったのと、うん、その自分の精神面が限界で、うん こうまあセックスされたことも私うん学生代を渡されそうになってうん超怖い思いしてうんでも最終的に飲まされてっていうのを聞いてほしかったんですうん、うんうん、なるほどねオッケーオッケーそれなら理解できるわだから昨日保護したいあ保護を希望するっていう話だったから、うん、でもその、うん 妹とかのお前の虐待みたいなのは実際にもあった話で,でうん、うんうんうん、だからわかるだから他の話はだから実際に前半言ってたじゃん俺あの、うん、ちょこっとじゃあ今日お前の話するよって話にした時にまあ,、うん、あの多分ほとんどが本当にあったことでしょうねって。<え>でもそれがあのだからそこは俺は信じてるわけ。 かるだから全部俺はお前のことをさ,さっきねあの、はい、お母さんの真似をして俺と LINE のやり取りしてたっていうところは嘘だったけど、はいはい、でも本当だろうなっていうことに関しては信じてるわけだから全部をお前が一個嘘ついたからって俺は全部疑ってないわけよ、はい、えかありがとうございますだから会ったこと自体は <coughs> 多分 その虐待だの何だのっていうところとかその自走な何だらかんだらっていうのもあったこととしてはあ、多分あったんやろなっていう。えでもなんだろうその LINE でも言った通りなんだろう確かになんだろう今日もそのまたお耳しようかなと思ったりなんかもうこの日出てて家出したいなっていうのをこう。 Twitter とかに言って何、うん、とかしようかなと思ったりしたんですけど、うん、でもやっぱり、うん、自分自身捕まるのも怖いし、うん、えあ彼氏がいるんですけど、うん、彼氏も6日前ぐらいに捕まっちゃって、うん、<laughs> そのいろんな嫌なこと立て続けに起こっちゃって、うん 彼いや何か窃盗あのまだそんなつき合って長くないので、うん、今日です今日14日で1週間付き合って2週間になったんですけど、うん、一緒にいた期間としては6日と6日1週間ちょっとぐらいしかないので、うん、あれなんですけど友達から聞いた話だと、うん、今回捕まった件については、うん 自転車を盗,盗んだのので捕まったのと、うん、あとお前になんか大麻やってたらしくて、うん、それでなんか裁判所がかなんかに呼ばれてたらしいんですよ、うん、それを行かなかったので、うん、なんかで,で,で保護官もついてる状態だったらしくて、うん、なんかお前さ 今、毎日つらくない毎日めっちゃつらいです。もう、もう、に。もう。自分の中で言ったら、行動に移しそうだから、怖かったんですけど。どうやったら、つらくなくなると思う<も>一瞬考えようよ。どうやったら、つらくなると思う 辛くなくななると思うあの私ヒステリックになっちゃうんですよたまに。んんてヒステリックになっちゃうんですよ。それで、うん、毎回相談に乗ってくれてた、うん、う男友達がいたんです。うん。ネットの人なんですけど、うん、その人に毎回話聞いてもらって。うん 落ち着かせてもらってたんですけど、うん、その人も、うん、お前とお前とヒステリックな状態で話すと俺まで死にたくなるから、うん、お前がヒステリックの時に、うん、もう話し聞けないって言われて、うん、私だからもうどうしたらいいかわかんなくて <laughs>、うん、考えても出てこないどうしたらいいか。うんもう 彼氏に相談しようと思っても、うん、彼氏もやってるし、うん、私の今までその話聞いてくれてた人も、うん、私の話を聞けないぐらいまで自分が追い詰めてしまってうんしんどくてどうしたらいいと思うどうしたらいいかわからなくてうん じゃあ考えようよ、そ今。どうしよっか。はい、しゃあねえから付き合ってやるよ。ね。ありがとうございます。どうすって。でも。うん。親の虐待を受けてたとか、と、のとかも。うん、妹が私よりちょっと。いい。なんか暴言とか暴力とかされてないのとかも。うん、すごく羨ましいし。うん。 親が暴力振ってきたことも許せないし、うん、怒鳴られるのとかも父親がやってきたことでトラウマになっちゃってるし、うん、許せないところはいっぱいあるけど、うん、でも私はそれでも、うん、親が好きなんです妹も好きなんです、うん、だから何にもこれ以上見捨てられたくないから 私がもし保護とかになったら、うん、お母さん今頑張って家のローン払うので頑張って仕事してるのに自走、うん、とかに定期的に汚れるじゃないですか、うん、絶対そうなったら本来仕事してできていた時間をできなくなってしまうかもしれないから、うん、迷惑かけたくないし、うん 自分で何とかしようって思って、うん、今まで薬とか酒とか頼って、うん、人も頼って頑張ってきたんですけど、うん、薬も飲む量増え飲んだらそ、うん、れこそトイレの前で吐いたあと倒れてたり、うん、壁に向かって歩いたりとか。 本当にあったらしくてお前バイオハザードワ、うん、1,2知ってるなんか元彼が好きでバイオハザード3は見せられてました本当,本当バイオハザードのワ1,2,3、はい、ってさなんかあの、はい、コントローラーの操作が難しくてさなんか壁にずっと肩こすりつけられるんでね<ー>なんかまっすぐ歩けないんだよね見 <laughs> たことあります <laughs> あれ結構おもろいよね でも、うんそれ、それで自分の体が、うん、もうなんかおかしくなってるのも分かるんですよ、うん、の10月も、うん、なんかいろいろ重なって、うん、変な熱出して、うん、下がらなくて入院して、うん、でも薬はやめようと思って、うん、前まで毎日飲んでた薬も、うん 今は月12、うん、ぐらいまで頑張って減らせたんですおうんうん、偉いやおいででも、うん、どうしてももう彼氏がいなくなってから、うん、その彼氏がいなくなる前からか、うん、もうなんか、うん彼氏いなくなったの何日前っつったっけうんと彼氏がいなくなった日が11月9日なんですようん、うん、4日ぐらい前か はい、うん、おいで毎日 LINE 送ってるんですけど既読つかないし、うん、でも薬飲ん…その彼氏がいなくなってから2回 2>、うん、1>, 1回かな1回2回薬飲んで、うん、酒も、うん、自分がおかしくなるぐらいまで飲んだんですけど、うん、その飲んだ時は、うん、自分が彼氏から LINE、うん、が返ってくるっていう変な妄想っていうんですかね。うん ができて、すごく幸せなんですうんまあでも <laughs> その彼氏やめたらまず <laughs> うんうんっていうかさ<い>お前の母ちゃんはさ <laughs> 俺のこと知らないよねそうですね うん、これこれのことは知ってるそれもわかんないうんと私がよく、うん、こう YouTube 見ながらご飯作りに行ったりするので、うんでそういうなんかさらし系みたいなのが好きなのは知ってます、うん、多分わかんないんですけど何今家でしょお前家ですじゃ母ちゃんに電話かわってよ 寝てます俺話すから22時半ぐらいに、うん、なんかあやばいと思って、うん、今ちょっと先入ってるんですけどうんときに取りに行ったときにはもううん今母ちゃんと話させて寝てて妹と。うん 明いいてて明日はよ明日ははよて起きてるかかなうんだら、もうさあ、あそうだ、だお前、ああの、アフピル飲んだろほんで、ね、えなんてなんでもしもしはい なんか、急になんか、聞こえづらくなったけど飲んでないんですよ飲め明日<の>明日行けいつも、うん、いつも相談所乗ってってくれた人いるじゃないですかうんその人が、うん、今日今日飲み行くから、うん、先輩先輩なのか友達なのか分かんないんですけどなんか飲み行く金がないからうん、うん ちょうだいって言われて。なんで、どっちが大事だよ、お前。私は。うん人に捨てられる方が。方だ、捨ててねえだろ、俺はよ。<laughs> おめえの嘘、分かってるけど、お前、分かってるけど、お前、今、こうやって話聞いてるだろ、おめえ。バーカが。はい、はい、見えたんです。お前は、ずっと友達だから。 お前がどんなにイステしてリックになっても俺は見捨てなかったでしょだから俺はちょっとお前の友達だからって言われて、うん、それでお前 DV 受ける女かお前 <laughs> な DV 受けて DV を許し続ける女かお前はい好きでいてくれるならそれでいいです、うん、そ,んそんなやつお前そんなやつお前金でつながってるだけじゃねえかお前あまでど 全員そうなんつってうかからお前何ロボってんねんってます元、うん、だからそりゃあお前どんどんお前そんなんとばっかりいてさで夜遊びしとったらさそしたらどんどんお前母ちゃんとの距離も広がってくるに決まっとんだろうお前私夜遊びしてないですしてこも 夜遊びしてねえのだってお前2回補導されたっつってんじゃねえかもハゲ。それは。うん。家出です。<laughs> まあ。で、お前そんなクソみたいな彼氏と付き合ってたお前余計お前、さあ、あ距離開くの分かってんだろ、お前。母ちゃんに明日言えよお前。ちょ、アフピル代くれっつって。 明日のうんりました絶対。うんお本当にマジでこれこれ処理しとかないともう俺フォローすることできんで分かりました明日絶対行きます俺がどんなアドバイスしたってもうもうお前地獄の片道切符よそれ <laughs> うん約束できる <laughs> なうんお前んちなんで w i f i そんな弱いのところでごめんなさい w i f i 弱いんやがちょっとな何かこうすごい分厚めの鉄板が振り子みたいに振られてんのでそれでその振り子がてめえの前に来る時だけ電波悪くなんの えっでなんでそんな w i f i 弱いねんって。なんかうん、そんな変な w i f i 気になった。だって <laughs> なんてなんか変な w i f i 変な w i f i <laughs> なんかわかんないんですけど。うん、あマイクかもしれんお前マイクのさあの、はい、イヤホンマイクなんかないの ヤヤホ、ヤホ、壊れ、うん、あーじゃあ今何えっ、ー、と普通に耳に当てて喋ってるえスピーカーああスピーカーにゃべるうんそりゃ誰かと喋ってんなって言われんなお前じゃあスピーカーやめて耳に当ててお前喋れってはい、うん、お願いしますああ全然よくなったわたぶんうんてかあのちょっと特名きってなんかうぜえやついるからちょっとしょうもねえチンパンジーいるから あてかこいつブロックすればいいだけかそうだいやでも、うん、いやでも全然私が悪いので本当にごめんなさい、うん、本当に申し訳ないですごめんなさいいいよ別に,いいよ別に俺が俺がいいっつってお前の相手してんだから、うん、ありがとうございますこの,この枠は俺の王国だお前俺が絶対王政だお前 <laughs> 分かったかんではいーとえと、ー、え でも今のさ、生活続けてたらさ、まあだから変な話さ。はい。じゃあちなみに分かりやすいとこで聞くね。経験人数何人、はい、経験人数は。うん。まあ覚えてるところまででいいよ。だだざっくりでいいよ。十、十人。あ、でもそんなもんなのです。はい、あ,あそんなもん、ね。十人多分行くか行かないかぐらいだと思う。あ,あそう。ああ、じゃあそんな多くないんだ。はい。うん。 でもさ周りの連中さ逮捕されすぎじゃないとほ、うん一 1>,、うん、1月に捕まってた元彼は、うん、過去に自暴で3回捕まってるやつでうんで捕まっ4回じゃんお前でそうそうです私私っていうか、うん、私と別れてからその元東横みたいな、うん、<laughs> 名前調べたら全然出てくる人なんですけど2人とも。うん なんてやつとりあえず一人は一人はや八重がし飼とって人で知らねえもう一人は浦和直って人で知らねえかいわ知らねえそうですよその八重がし飼とって人はトー横みたいな人で浦和直って人は大阪のグリ下みたいな何した ?3 下グリ下何がグリ下ってあグリコの下ね そうです。ああ、そんなのがあるんだ。え、グリ下と東横以外にグリ下っていうのがあるの。大阪の、あの、うん、グリコの橋の下に。うん、えー、<laughs> <laughs> さあ、でも、お前もだから、要は、その界隈ってことでしょ、その辺と繋がりがあるってことは。いや違います。<laughs> 違くねいし。 私いや本当に私本当にね本当に泣くなよ住んでる住んでる地元考えてくださいいや分かったけどいやそうじゃないいやそうじゃけどそうだけどその辺の界隈と繋がりがあるってことでしょ繋がりがあったその系統が私も地雷系なのでそれはもうとっくに分かってるみんなあーもう本当にです本当に割と可愛いの いいやそんなな全然本本、うん、本当当当ににに分かった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 ,分かった、うん、世界に入らないででえっ、ー、とうん <laughs> でもさその辺をさ自分でさ抜ける努力をしないとさいや界隈は本当にい,、ねうん、いや分かった界隈は分かったってうるせえな「界隈の話してね」ってそうじゃなくてそういうなんか地雷系から抜けるっていうことだよ分かる 地雷系から抜けたら私ただのブスになっちゃいますただのブスでいいやんいやです、ね、だって地雷のブスとただのブスだったらただのブスの方がよくね <laughs> えだって可愛、うん、い,い方がいいじゃないですかで、ね、あ地雷系だと可愛いってことメイクが強いしメ,、うん、メイクが濃いし加工、うん、も強いあそういうことじゃなくて俺が言ってるのは精神的な地雷の話をしてるのね <laughs> 私そんな地雷じゃない,ですいやいや、お前、精神的に地雷だから。<laughs> めちゃめちゃ地雷やんけ。お前、昨日やったこと忘れたのか、お前、配信外で俺とやったこと、お前。地雷でした。ママのフリママして、お前、LINE <laughs> して、お前。やっぱなんか、親が、親に自分のこともあるのに、うん、親のことはやっぱ、うん、いつかきっと私のこと好きって言ってくれる日が来るまで。うん、それまで地雷でいたらやばいやん。 いい子になった方がいいや。そうですかなあそんな。は私そんな性格地雷ですか <laughs> 何嘘何私そんな性格地雷ですか <laughs> いやいや、いや地雷じゃなきゃお前ママのふりして俺と LINE しないでしょ。俺にバレないと思ったの <laughs> ねえ。 はい、だから、だから昨日の夜中ツイートしたいし、お前。<laughs> こっちは大人だぞ、つって。はい、こっちは大人だからっ、つって。で、お前が会ったこともこっちは分かってたし、で、ただ話を持ってるところと話を隠してるところと嘘を持ってるところがあったんだよねっていうだ。だいたい正確に把握してたやろがよ、お前の昨日の話。うん、はい。で、一応叩、俺の中で確信がなかったから、コメントでは叩かせないようにしてたよ。ちゃんとそこら辺も。ありがとうございます。うん。 完璧やったやろが俺の昨日の対応がよ<何> <laughs> 聞いとんかめんおめえなお酒飲んでんね <laughs> 何お前何お前一つ話しながら酒ガンガン飲んでんねお前バカがよな、なん、違います飲んでよね俺バレてるやん <laughs> お前何お前酒飲んで <laughs> 何それ <laughs> <laughs> <笑><笑>その、その世界入るのでもちょっと定期的にその世界入るの。<laughs> どうやったちょっと。ちょっとなんか。うん。何今日はで、今日は OD してないのしてないです。うん、今日はしてないんだ。うん。<laughs> だから、お前さ。はい。ちょっと、お前を構成するからさ。本当ですかうん。あのー、もう二度と、 あの何、ーはい、だろう風俗系のバイトしないっていう約束できるお前はいしますで OD もしないとで,できるちょっとそれは <laughs> だからじゃ世界に定期的に入るのやめてもらっていいちょっとちょっとそれはじゃなくて <laughs> お前暴走機関車トーマスかお前な でも私はすってなるのもやめてその自分の世界からすって戻ってくるのもやめてくんないそれ違うんです私はでももう酔いすぎて酔って酔いすぎて酔ってってなんだよ酔いすぎて酔ってってなんだよ日本語がおかしいんですけどうん何うんとめっちゃ薬飲んだらこんなもんじゃないから捨てられたんですよ うん、だからそれがよくないじゃんな,なんで,でも私はどうしてもうん、うん、死にたいのを抑えられないんです本当にうんでもさあの OD で死ねないってことは分かったやんや160帖のんどんいや分かってるので、うん、そのうん言っとくけど俺もお前と同じだよ言っとくけど 俺も昔死にたいしかなかったんだからね。本当ですか多分お前と、お前と比べ物にならないレベルの死にたいだって俺。本当ですかだって俺毎日ビルの11階建てのビルの屋上のフェンス乗り越えて、うん、あとこんだけあと1センチ2センチ足前に踏み出せば死ねるっていう状況に毎日行ってたんだから、はい、そこに。そこ毎日行くのが日課だったんだから俺。私、金魚だから行きたくても行けないんです、うん、<laughs> うん、そういう話してんじゃねえんだよ。 そういう話してんじゃなくて。だから、首つったりもしたんです。うん、それ聞いたよ、昨日。カロナールも、40何錠メジコン80、レタス40飲んだ時もあったんですけど、結局吐き気に耐えられなくて吐いてしまったりて。その数を覚えてるところが、あの、ファヘラなんだよ、お前。違います、本当に違います。いや、それ数覚えてないね、普通はよ。 だってメジコンとか。わ、うん、かったかった。<あ>メジコンだかマジコンだか知らねえけど、お前。なあ。わかるかメジコンとかファジコンとかわかんないけど、お前。ブラコンか、お前。知らねえけど。うん、お姉ちゃんいないです。うん。お兄ちゃんな、ブラコンは。ないです。うん。お姉ちゃんはシスコンな。はい。うん。<laughs> ほんで、ね。 なんだっけ何の話したっけで、それで俺も死にたかったけど、俺はその、もうめちゃめちゃ辛かった時期に、結局俺死ねなかったわけ、自分で。はい。ってことはもう俺、あれ以上俺辛いことって人生でもうないと思ってるからさ。だから俺この、はい、今後さ、もうあれより辛いことなくて、あんだけ辛かったの俺自分で死ねなかった、死ね,死ねなかったのね。だからもう俺、あと生きていくしかないんだよ、もう。自分で自分のこと殺せなかったから、俺は。私も生きていくしかないんですか。そう。で、 どうせ生きるんだったら楽しい方がよくないお前も生きるしかねえよ俺と一緒だよ俺もお前も変わんねえよそんな大差、うん、大差ねえはいうんでねだからお前も生きるしかねえんだよでどうせ生きるんだったら毎日楽しいなって思って生きたくねなんか毎日今みたいいにさ辛いな嫌だなだ 地獄だなって思いながら行きたい。それ一生続くんだぜ。いやじゃね、はい、だったら楽しい方がよくない？はい。楽しい楽しい日々を送りたくない？はい。どっちなん？楽しい日々を送りたいです。うん送りたいよな。うんじゃあどうしよう。どうしようか。楽しい日々を送るためにどうする？ お前デリやめうんデリやめてうんやめ,やめてねんかいだかもう行かないっつっただろお前連絡無視してますうんいいねんでデリやめてやめてうん好きな人作る <laughs> うんうんデリやめて うん、好きな人作るのバイトする…うん、バイトしよっか何のバイトしよっか居酒屋いいねいいじゃん、居酒屋あと…うん、うん。アフターピール飲むうん、アフターピールは明日だねそれ一番最初だね う,うんお眠りだったの18になったら家出てくそうだねじゃあそのためにはお金貯めなきゃいけないねはいうんいくら貯めよう <laughs> いくら貯めるべ200万おいいじゃん出て貯める いつも。アルバイトだ、うん、来年の10月、うん、10月、うん、じゃあい1年あるねはい 1>,、うん、1年で200万貯めれるかね無理です、うん うん、ありゃほんとですか100ありゃいくらでマンション借りれるかわからないんですよまあでもそんな一番最初はそんななんかそんなにいいとこじゃなくてよく、ねね、ないねえんかあれよ俺もなんかよくわかんないくっそさなんかボロいアパート住んでたことあるんだけどさ昔ね、はい はい、今ではいい思い出だからねでその当時もそこの場所も良かったしね <laughs>、はあ、住んじまえば意外と気に入るもんやででも私今の地元から離れたいんですうん、うん、その方がいいと思うよ同じ空気吸ってるのが嫌で、うん、どっちだよ同じ空気吸ってるのが嫌で離れたいんですうん <laughs> うん。今度は甘えんぼさんになったのかな。うん。あのー。さっきお前。あのー。好きって言ってたじゃん。言ってないです。やだー。<laughs> <laughs> もしもし。もしもし。あー、どうも、こんばんは。こんばんは。あ、こんばんは。はい、こんばんは。うん。 せっかくなんか可愛い感じすんのにさもったいないじゃん、はい、お前だからじゃあ来年東京でよっかお前新宿なんで新宿なんだよ前に新宿で家借りようとしてたんですよいくらだよ初期費用が、うん、40万ぐらいで、うん、安くね家賃が十、うん、何万とこでした、うん、高くね なんか友達が紹介してくれた人でその時の彼氏と同棲しようと思って、うん、そのなんか職業を偽造してくれるみたいなうんだからそういうのやめて,やめてそういうのやってたらずっと地獄だよお前でももうその人と別れたので家借りるのもなくなったんですよ、うん、だから東京新宿しか行ったことないのでじゃあ お前の目標は、来年の10月に、はいはい、東京都、杉並区、はい、杉並って高くないですか高くない、高くない。前聞いたくない。高くない、高くない。え、はい、杉並区、はい、ええー、下井草に住んでみて。し下,下井草うん。西部新宿線ね。新宿まで電車で10分。<laughs> うん、俺が一番最初に住んでたとこだね俺が東京出て、はい、一番最初に住んでたところ下井草はいうんオッケーはい下井草だったら家賃もクソ安いいくらですかうーんまあ6万7万とかで女の子だったら住めるんじゃないかな俺は5万円のとこ住んでたけどね高くないですか お前さっき十何万っつってたよハゲ <laughs> じゃあそのとき <laughs> そのときにちょうど出り始めたから、うん、いけるかなーって思ってうんいけるかなって思ってたな探してたんでうん東京って高いんですもん高いねもう出入禁止ねお前今後いやもうしたくないもう本当に気持ち悪いんですけどうん、うん、でじゃああのあれね 下井草ね。お前はい、うん。で、あのー。下井草だったら、あのー。はい、治安もいいから。そうなんですか。そうみんな優しいですか。みんな、うん、お前がまともなら、みんな優しくしてくれる。今のままだったら、たみんなお前に厳しい。はあ。うん。<laughs> よかった。はい。うん。 だから今じゃ今から明日アフピル買いに行ってもらいに行ってアフピル飲んで,、はいはい、でバイトすちゃんとしたなんかこうなんだろうそういう違法店とかじゃなくて、はい、ねでしかも今まだお前17歳なんだからできないんだから、はいね、だから居酒屋とで居酒屋だけの稼ぎじゃ足りねえんだったら日中カフェに行ったらいいやん。はい カフェとカフェとバーとも,もしくはカフェと居酒屋の2つで一生懸命働いてはい、うん、何に泣いてんねんお前は今私は、うん、今もともと保育園の時から目指してた夢が、うん、何あったんです何 教育士になりたかったんです私うんじゃあ高校行かなきゃダメだねだから、うん、私勉強、うん、自分勉強するのは嫌いじゃないんですよ、うん、めちゃめちゃ好きなんですむしろ、うんね、じゃあ高校入るですよ。うん、それこそ。そ、うん、で、その高校1年生の最後の方までは通ってたので、うん 1年生の単位は取れてるから入学するなら2年生からで、うん、高校1年生の時の教科書何回も見返して何回も勉強してるんですうんじゃあ三平方の定理は分かんないですおい嘘ついたよ早速 <laughs> いやでも本当に勉強は好きなんですんうんでも勉強してなかったよえ 精神科入院した時もしましたうんじゃあ三平方の定理の公式はわからない <laughs> じゃあ関脇の公式は関脇って何ですかえそんなん習ってないですよまあ関脇は1年じゃやらないかちなみに俺高校数学なかったからね俺そうなんですか、うん、私数学が好き 俺あの高校特殊な高校だったから俺一応進学校なんだけどねすご<う>、うん、あのじゃあ数学が好きなのそうですね数学が好きでしたじゃあ3 5る2は 2> 3 5る2 1、うん、3ですおえらうん偉い偉いね うんまあでも今のは算数だしね。<laughs> <laughs> うん算数だからね。じゃあ算数が好きです。<laughs> うんそうなんだね。7×7 は <laughs> ?49 です、うん。優秀だね。うん、まあそうね。まあ。 ほぼさんは諦めよですね、うん、私の多分今の精神状態じゃ無理ですそうだね一旦諦めよ分かってるんですうんそうだねだから、うん、あくまで夢なんです、うんうん、まあそしたらゆくゆくね将来あの決めた人とねあのこお子さんを作ってお子さんを大事にしてあげればいいって思うんでそうですね、うん そうわかったはいでまあそうねうんあのー、真面目に生きてみたら <laughs> 真面目に生きてるやつをバカにするやつってたまにいるんだけどさ真面目に生きることの難しさってすげえむずいからね。真面目に、うん、っていうのは。うん バイトをして高校を通ってっていうことですか。いや別にそれが必ずしも真面目じゃないんだけど、なんかうんそうね。うん、こう人に優しくなってみたら。 人に人に優しくうん困ったりしてる人を助けたことは何回もあります <laughs> うんお前が今一番困ってるけどな <laughs> う,ーんうん確かにうんあの何、ー、だろうね、うん なんかこう楽しいことを探したらいっぱい友達がいなきゃ楽しいこと探せないわけじゃないからね例えばさ仕事の中でもさまあみんなまあ世の中のほとんどの人がさ仕事つまんねえなって思って仕事やってんのよ、はい、まあそうですね,ねそれってつまんなくね 俺嫌なのよ。確かに俺つまんないことするの嫌なの。はい。そう。で、じゃあつまんないことしたくねえからどうするかっていうと、そのつまんない仕事の中から、楽しいこと探し続けるのよ、俺。楽しいことそう。毎日毎日、ね、仕事を、職場行って仕事しなきゃいけない中で、その中での楽しみを探すのよ、ずっと。はい。 そうすりゃ見つかんのよあこれ楽しい,って楽しいことそう,そうすりゃ、はい、よくいるのよあのこの仕事自分に合わないこの仕事自分に合わないこの仕事自分に合わないってずっと言ってる人いるのたまに。あの自分に合う仕事自分に合う人自分に合うものを探しても、はい、見つかることって、はい、まあまれなのよ。はい だったらそれを探すよりも自分が合わせた方が話は早くね<ー>自分に合う仕事を探すんじゃなくてその仕事に自分が合わせりゃいいじゃんうんそのああ前にコンカフェやってた時があって、うん、言ってたねはい、うん、その時に、うん、その うん職場職場ってんですかうんの人からいじめられてたんですようんからその人間関係がうまく上手にできなくてうんでもお前今面白いよんうんなんだろうそのお客さんとかはだってお前も結構割と楽しいんじゃないの今 今は、今は楽しいね。すごく。うん、よかった。それなら。うん。その、なんか、職場の人から嫌われることが多くて。うん。コンカフやってるとやっぱ、掲示板があるんですよ、たぬきも。うん。え、そんなのあるんだ。爆災かな爆災ですね。ああ、爆災、はいはいはい。これこれがやってたやつね。うん。そうなんですか。 それがあってその爆災にうんその爆祭に「まるちゃんまず芋ブスだから」みたいなとか「んでこんなやつにフィリコ入れるんだよ」とか「なんでこんなやつにシャンパン一斤5本開くの」とか「死ね」みたいな書かれたりめちゃしててうんいいやんそしたらさ「うわまた嫉妬しとるわ」って見ときゃいいやんいやそう思ってたんですよでもてか見なきゃいいのよ一番は。 そうしてて見ててもあこいつら嫉妬やばいな頭おかしいなとか思いながら年寄り全員年上なくて今自称もね幼ねとか思いながら来てたんですけどなんかその思いっきり自分に陰口が聞こえた時があってそれこそシャンパンを入れてもらった時に自分の生誕のやつでノンアルコールのシャンパンがあったんですよ。 それを2本一気にビンダさせられたんです、うん、私ビンダうんとシャンパン 1, 1本二本一本を一気に飲むみたいなそれを2回連続させられて、うん、<laughs> 私それでもうお腹いっぱいになっちゃって気持ち悪くて <laughs> その店のトイレで吐いちゃったんですけど <laughs> <laughs> でも、うん、でもなんかほんとにほんとにもうなんか炭酸もあれやし、うん、炭酸抜いたんですけど、うん でもどうしても気持ち悪くなっちゃってそんな一気に飲むことがなかったのでノンアルコールだといえどそしたら吐いちゃってそれを店の人の中でめっちゃなんか「ノンアルで吐くなみたいな「じゃあお前もやってみろや!」っつって「あ、お前は入れてもらえないのか」って言えばいいなそうそれってんかめっちゃ一時期もうずっと言われてたことがあって そしたら客から今度ストーカーされるようになっちゃって、うん、怖くてやめたんですようんまあ、だからそういうとこはやめた方がいいんじゃんでなんかお前最終的にそれ断れなさそうだもん断れない何,何がですかそのストーカーストーカーに言い寄られたらいや断ってました <laughs> 言い寄られてるんかいはい、うん、好きって言われてました16なのに27歳の人に <laughs> <laughs> まあだからそういうところで働かないことお前は分、はい、かったはい、うん、お前はそれをかわすのが下手そうだからね確かにそうですねかだからじゃあえー、と昼はカフェ夜はバー店で昼はうんバー店、うん、バー店でも居酒屋でもいいけど別にはいなんかバー店の方がさ酒の種類多いからいろいろ覚えられそうじゃん 確かにまあでもそうだなバーテンお前やるとなんかまたどうせ変な変なバーの変なぼったくりバーとか行きそうだからなお前やめようん、お前はじゃあ居酒屋で夜ははいうん分かったはいで明日は何すんの明日はアフターピル村に行きます、うん、そうだねうんちゃんとそれできる お前もし明日飲まなかったら、はい、多分明日ラスラスだからあさっても多分期間か,からだから明日飲まんかったら俺もうお前のこと見捨てるからねまだ知らんよはい <laughs> <laughs>、はい わかりました。わかったの。はい。え <laughs> 明日じゃあ、何するの?。明日、アフターピルもに行きます。で、飲むちゃんと。はい。うん。で。で、アホか、何するの?。え?。アホか、何するの?。デリー行かない。<laughs> いまあ、そう、え、それはそうだけど。それそうやけど。うん、他は。 バイト探しに行く。そうだね、そう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 ,そうで来年の10月までに東京で家借りる。うん、東京で家借りる。うん。そういうことね。じゃあそれでいいのね。はい、それ目標に頑張るのね。はい。うん。で他はやることは？自分はどうなるの？自分は。うん。 幸せにななりますおなるねでそのためにはどうすんの幸せになるためには彼氏と別れるああいいねうんいいねまあそうだねえー、でもずっと一緒にいるって久々 <laughs> そんなお前10代の頃の約束なんてお前大体みんな言ってんねもうずっと一緒にいようね<笑>何笑ってんねきキシ 一緒。<笑><笑> <laughs> うん、だいたいそういうもんやね。うん。ずっとずっと一緒にいようね <laughs>。やんねん。<laughs> うん。それはだいたいそれはね叶わないね。分かった？はい、叶ったことないので、うん、じゃあわかります。うん。ねそういうことなんで。<laughs> 分かった？はい。 ありがとうございます。ちゃんと構成してください。わかりました頑張ります。ね、こいつさ。頑張りますほんとはい。うん。であのあれねあのー、なんだっけ毎日俺の配信を見に来て学べ。はい。うん。そういうことで。わかりましたはい。はい。 ということでございました。ありがとうございました。はい、まあ、あの、ま,また何かありましたら、いつでもどうぞ。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうも。しいしますはい。完全に最後、萌え声意識してたけどね。